これ見えますかね。サテンで、ここから下側も毛がない状態なんですよ。で、穴が開いちゃってる状態なんですよね。で、この状態だとここの重さが、まあちょっと量がね多いのでどうしてもなっちゃうんですけど、削いちゃうのはわかるんですけど、ここから完全に穴が開いちゃってるんですよ。で、この重さがもう肩に当たってて膨らんじゃうんですよね。要はその毛先がここまであって、で今伸びてる最中の毛自体とあと空いてる毛が重なっちゃってて、今肩で当たっちゃってすごい広がるようになっちゃってるんですよね。で、矯正今かけてるんですけど、それでもなってるんで、これってもうカットでやるしかないんですよ。で、この場合ってこれ普通に削ぐとここがもっと減ってしまうのは分かると思うんですけど、普通にここから削ぐと減りますよね。で、この場合テイクセニングっていうのを使うんですが、まあ、普段はねあんまり使わなくていいんですけど、こういう場合もしょうがないので、どういう風にするかっていうとちょっとお見せします。